どうも、吹きまとうです。今日はですね、明治時代の外国人、これで完璧ってことでやっていこうと思います。日本史なのにすごい明治時代、あの、外国人よく出てきますよね。これ世界史かよ。マジだるいわ。って思う人多いと思います。ちょっとね、この動画見てもらうだけで、今回完璧です。ぜひ最初から最後まで見ていってください。で、今回の作戦ですね、この動画を3回見てもらったらもう明治の外国人網羅できます。 ほんまにも私立まで網羅できてるんじゃないかってぐらい今回網羅してるんでぜひ3回見て完璧にしちゃってくださいお願いしますまず開国の方からいきます開国に関係した男たちっていうことよねまずアメリカですアメリカの開国に関係してくるのはまず1846年からですまず誰々っていう人は開国を要求してきますが失敗しますそれ誰でしたでしょうか1846年もうこの年号は覚えておいてほしいですね答えは ピッドルです。こういう感じでね、この穴の中を埋めていくっていう形でやっていきますね。ピッドルさんが来て、日本に開国してくれよって言うけども、日本は無理って言って引き返します。で、その後、この後りを小学校に習うぐらい有名です。53年にペリーが来航してきます。黒船で、サスキ花号ですね。来て、で、開国要求してきます。で、この時の老中は安倍正宏でした。 で、安倍雅宏は、うーんって決めかねた挙げく、来年回答するよ。またペリーに来年来てねっていう風に言います。で、ペリー、再び54年、次の年になって浦賀に来航しました。これどっちも浦賀、浦賀。ピッドルも浦賀ですね。に来ました。で、日米和親条約を締結します。この時の老中は誰でしょうかこれも安倍雅宏ですね。で、次。56年になって、日米和親条約。 は、下田、函館の開港と、あと、えー、下田、函館の開港。これだけ押さえときはいいですね、とにかく。で、次。56年、2年後になって、アメリカは、あれ、日本かもいなって思ってきます。ちょろいなと思って、ハリスを下田に就任させます。下田、ハリスを要するに、下田に置くっていうことですね。で、ハリスは次に、通商条約を要求していきます。 だから、もっともっと日本に要求読めよっていうことを言ってきます。で、この時の老中、誰でしたでしょうかいきますよ。堀田正義ですね。安倍の後の老中は堀田です。安倍堀田。この順番押さえておいてください。で、堀田は、朝廷に行きます。どうですか朝廷、あの、通称条約、アメリカ結ぼうって言ってきてるんですけども、どうですかって言います。では、朝廷はダメ。結ばないよ。っていうふうに言います。で、 その後、ホッタは失脚した後、井伊直介、大老井伊直介がつきます。で、ハリスがもう一回通商条約を結べよって言ったので、独断で朝廷にも聞かずに、日米修好通商条約を結びました。で、ここで開港したのはどこでしょうか日米和親は下田と函館二つでしたよね。あと、どこ四つあります。どこでしょうか答えは 長崎、新潟、兵庫、神奈川ですね。九州で一番大きかった長崎。まあ一番大きいというか、もともと出島とかあって、あの、この貿易が盛んでしたよね。あとは、新潟。今お米で有名ですよね。コシヒカリとかの新潟。あと、兵庫、神奈川。今この二つはあれですよね。中華街とかもあって、この二つもいまだに、神奈川の横浜なんかいまだに貿易が一位なんで。 すすい大きい港でで、ね。を開ししましたで。領事裁判権の承認、要するに違い法権ですすね。要するに日本で外国人が悪さをしても外国でその,あの悪さをした外国人は裁かれるっていう権利あと日本に関税自主権がないよ要するに日本で自由に税金税率を決められないよ貿易の時の税率を自由に決められないよっていうのが関税自主権の欠如です。で、 海市、要するに市場を開くってことなんですけども、二つのお都市、これどこでしょうかこれ意外と抜きがち。センター狙われるかもしれないです。答えは、大阪と江戸。当たり前っちゃ当たり前なんですけども、二大都市ですよね。大阪と江戸。ここ意外と抜きがちなんで、海市のとこ覚えておいてください。次じゃあ、ロシアバージョンいきますね。792年、1792年に、ラックスマン、まあラックスマン、どっちでもいいです。が、根室、北海道の根室に、 来航しますね。すいません、ちょ、炊飯器になったんですけども。で、北海道の、えー、北海道に来てラックスマンが、通称要求、まあ、さっきみたいな感じで、通称要求と、あと、漂流民を返還していきます。この漂流民の名前は、大黒屋光太夫です。これもちょっとだけセンター出てくるかも。大黒屋光太夫。これも一応覚えておいてください。が、ロ,あのロシアに流れ着いたんで、それを、あのー、助けたられたラックスマンが、 返しててあげようっていうっいに日本は漂流民はもちろん受け取ったんですけども通称要求は拒みましたでその後にやべえなっていうことになって近藤十三をエトロフ島に派遣しますでエトロフ島、まあ、今ではあの北方領土問題で問題になっているエトロフ島ですけどもそこに「大日本エト捉フってこの昔の文字で「エトロフって書いた「漂 ななんか柱みたいなのを立てますでこの近藤十三付近で覚えておいてほしいのがこの下にも間宮林蔵って書いてると思うんですけども順番ですねまず一番最初ここに最上徳内っていう人が1791年にまず蝦夷千島,千島をに、えー、と派遣されますでその次に最上の後に近藤その後に間宮林蔵まあ間宮海峡とかもある通り間宮林蔵すごい有名ですけども カラフトに派遣されてます。だから順番的には、モガミ、コンドウ、マミヤ。この順番で押さえておいてください。で、次。1804年には、誰が来たでしょうかこれ意外と抜けがち。レザーノフですよね。レザーノフが長崎に来ます。日米修行通商条約で開かれた港。まあ、この時はまだ開かれてないですけども、長崎に来航してきて、通称を要求してきます。ちょっと待たしても失敗しました。 で、このマミアカラフトは言いましたよね。で、最後に、プチャーチンが1854年、この、ペリーと同じ年ですよね。ペリーと同じ年に来て、プチャーチンが、日露和親条約結んでくれよっていう風に言います。で、日本は、OK って言って、プチャーチンとも日露和親条約を結びました。日露和親条約の内容、意外と抜けがちです。下田、函館、あどこの開港か、皆さん覚えてますかね 意外とがち、答えは長崎です。レザノフ長崎に来ましたよね。だからこのレザノフの長崎と一緒にも覚えちゃってください。で、国境を決めました。この今までっていうのは国境が今まで結構曖昧だったんですよね。江戸時代とかっていうのは。今はもう国境どこからどこまでってスカイ地図も作られてるしきちっとなってますけども、この時曖昧でした。だからこの日露は新条約で国境を決めようっていうことになりました。国境どこどこ遠いなは日本領だよ。 どコどコ島以北ははロシア領だよドコドコ島はドコドコ島というかこれは場所なんですけども両国人雑居要するに日本人とロシア人どっちが住んでもいいよということですね今は両国人雑居なんてことはないんですけどもこの時はこう決められました答えはエトロフ島以南が日本領だよなんでかっていうとこの近藤十三が大日本エトロフここは日本の領土だよ領土だぞっていうアピールですよね だから、エトロフ島、イナを日本領。で、これ読みますかねウルップ島と読みます。聞いたことありますよねどっかで多分。ウルップ島、イホクをロシア領だよ。なんか、エトロフ島の上ですね。ウルップ島、イホクをロシア領だよ。で、カラフ島。カラフ島って大きい、このビョーンズてテルはあの、半島ありますよね。を、両国人雑居、日本人が住んでもよし、ロシア人が住んでもよしっていう風にしました。次行きましょう。これで、 外国系は終わり。つい芸術系外国人ですね。これマジ大事。もう一番出るんかなっていうぐらい大事なのがこの人ですね。東京美術学校を設立、with 岡倉天心ということで、日本美術院っていうのを作った岡倉天心と一緒に東京美術学校を設立しました。だから要するに岡倉天心は東京美術学校と日本美術院どっちも作ったってことになりますね。はい。じゃあこれ誰でしょうか答えは、フェノローサーですね。 アーネスト・フェノロサっていう人が東京美術学校を設立しましまた。ついちょっとマイナーなんですけどもここはまあセンターレベルっていうよりはマ、まあ、ニーズとか知りつけフォンタネージ工部美術学校の教師で「収穫」っていう有名な絵を作った浅井忠さんを育てたのがフォンタネージでここもセンター品質6名館ニコライドを作った誰々と東京駅日本銀行本店建設を作った誰々。 ここの二つめっちゃややこしいんでよく出てきます。答えはコンドルとタツノキンゴです。いや、お前日本人かよ吹きとふざけんなよって思うかと思うんですけども、タツノキンゴ俺ご利しなんでめっちゃよく出してますよね。この間の時事問題の動画でも出しましたし、タツノキンゴ東京駅日本銀行とコンドルの六名館ニコライドコンドル外国人なんでこの六名館井上薫が住めた王家製作の時に作られたやつです。要するに舞踏会、あのシンデレラとか でよく開かれる舞踏会みたいなああいうのを開く会場が六名館ニコライド要するに欧風欧米風の建築だから外国人に頼んで作ってもらったそれを作ったがコンドルっていうことでこのなんか舞踏会っていうことは外国風だなあだから外国人あコンドルの方かっていう風に覚えておいてくださいこれはもうカタカナカタカナで押さえやすいと思いますでは次いきますよ次法律の方ですね 大日本帝国憲法1882年伊藤はベルリン大学の、まあ、伊藤博文第1代総理大臣ですねベルリン大学の誰々とウィーン大学の誰々から憲法理論を学びましたよベルリンはドイツの都市ですねウィーンはオーストリアの都市ですこれの覚え方としてはベルリン大学のグナイストウィーン大学のシュタインなんですけども ベグーシ、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 ベグーシ,シ。もうね、5回言いました。多分覚えれたと思います。次。その後に、伊藤博文。伊藤博文はもう憲法を作った憲法生みの親ですよね。で、ドイツ人の顧問、誰々の助言を得て憲法を起草。起草っていうのは要するに書き出してみるっていう感じですね。まだ憲法を作って発表したの八89年なんで違います。3年前に書き出してみたっていうことです。 これ誰でしょうか意外と抜きがち。答えはロエスレルです。ロエスレルに、あのー、助言を得て憲法を書き出してみました。で、その後、あのー、憲法が1889年に公布されました。発布ですね。けれども、ドイツ人のベルツっていう人は国民に委ねられた自由はほんのわずかだっていうことで大日本帝国憲法をディスったってことですよね。要するに なんでかっていうと、大日本帝国憲法は、天皇主権、天皇一番っていう憲法です。今の日本国憲法は、国民主権、国民が一番だよ。天皇も人間と同等、だから一緒だよっていうことですよね。国民の象徴ですよね、今の天皇っていうのは。だから、天皇陛下は国民の象徴。だけどこれは、国民のトップみたいな感じ。だから神的な扱いをしてたんですよね、大日本帝国憲法。 だから、ベルツはその大日本帝国憲法をディスったっていう感じです。次、その他の外国人いきますね。民法、刑法を起草して、保住やつとバトッタンは誰でしょうかこれも押さえておいてほしい。これは、ボアソナードです。民法も作って、1077条あったっけな、ある民法を作って、さらに刑法も作った。 もうめちゃくちゃいっぱい法律作った。日本の法律に大きく関係しているのが、フランス人のボアソナード。今まで結構ドイツ人が目立ってましたよね。フナイストもドイツ人、ロエスレルもドイツ人、ベルツもドイツ人。さらにこの後の二人もドイツ人なんですが、ボアソナードだけはフランス人。ここだけちょっと注意しておいてください。で、ホズミヤツカっていう日本人とバトったことを、民法天論争っていうふうに、これも日本史のキーワードとして押さえておいてください。 で、これ意外とあの、商法を起草したんこれちょっと難問。わかりますかねこれもロエスレルなんですよ。先出てきた、ここのロエスレルと一緒の人。商法を作ったのはロエスレルです。ロエスレルね。神々になるけど。で、次、ドイツ人。まあ、ドイツ人なんでこんな日本と関係あるかって言ったら、日本はドイツの憲法を、憲法っていうか法律を参考にしてるんですよね。 1919年、ドイツはワイマール憲法っていう憲法を作って、結局、あの、日本、世界で初めて社会権をつかあの、導入した憲法、ワイマール憲法を作ったのもドイツ。みたいな感じで、日本は結構ドイツの憲法とかドイツの法律を参考にしています。だからドイツ人が大きく関わってるよってことは押さえておいてほしいです。で、次。市政、町村制とか、府県政、軍政を作ったのは、 を作ったことに助言をししたのは誰でしょうかこれも押さえておいてほしい答えは、モッセです。モッセ。モースではないですよ。モッセの方ね。で、市政、町村制、府県制、軍政、どういうことかって言ったら、これは、地裁、市とか町、村、今も市町村ってある通りの法律を作ったのが1888年。その後、府とか県、軍にあの大きく、 最初小さいですよね。市とか、町とか、市とか、町とか、村とかは小さい、小さい枠組み。そこからちょっと、風とか、剣とか、大きい枠組みになっていきました。小さいのんから大きいのん。この順番も絶対押さえておいてほしいです。前後関係よく出てきます。次いきますよ。で、その他の外国人。四国艦隊下関砲撃事件。まじ早口言葉みたいですけれども、の、 指導して、その後に開国させようってしたんが、イギリスのオールコック。ここも出てくるよ、よく。押さえておいてください。イギリスの夕飯連合政府の樹立、埋め出して支援したん。要するに、サスマ藩とか、長州藩とか、強い藩の政府を樹立しようって、そこを応援したんが、誰かイギリス人の。で、一方で、ここバチバチあったんですけども、この二人は。幕府を支持して、 結局は徳川慶喜の大政奉還で失敗しちゃった方。こっちはフランス人の方です。この二人誰でしょうかここは押さえてほしい。呪ろ。<laughs> 呪いですね、この動くのが。パークスとロッシュです。パークスの方がイギリスで、結局あの、藩の方を支援した方。で、一方でロッシュは幕府の方を支援したよっていう方です。で、この二つ、この一人ですね、ちょっとマイナーなんですけども、モレルという人、ちょっと押さえておいてほしいです。 何した人かっていうと新橋横浜間の鉄道の技術指導1871年2年ちょっとごめんどっちが微妙なんですけども1870年代のに日本で初めて新橋横浜間で鉄道ができましたの技術指導をしたんがモレるルっていう人ですでここも大事セオドア・ルーズベルトフランクリンじゃなくてセオドアの方ですフランクリンの方はヤルタ階段とかの方なんですけども セオドア・ルーズベルトは、ポーツマス条約。1904年の日露戦争の条約です。日本とロシアが戦って、結局は勝敗が少なかった。そこで条約を結ぼういてことになって、ポーツマス条約をあっしたのが、当時のアメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトです。最後、終わらしちゃいましょう。クラークが札幌の学校、えー、少年を大将だけ有名な名言ありますよね。を言ったのはクラークです。 札幌農学校の教頭を詰めて内村鑑蔵とか二戸稲蔵に影響を与えました内村鑑蔵は2つの J 二戸稲蔵は国連事務次長になった人ですね国際連盟の方ねでここも意外とマイナーだけどちょっと押さえておいてほしいとこ熊本洋学校の教師をしててキリスト教を教えた人これ誰でしょうか熊本バンドっていうのが熊本強かったんですけどもその時代ですね ジェーンズっていう人です。多分知らない人多かったと思います。これを機に覚えちゃってください。ジェーンズ、熊本洋学校ですね。次、ヘボン。ローマ字の表記方法。ヘボン式って今言いますよね、今のローマ字。それでヘボン。押さえやすいと思います。でこれもよく出てくる。大森貝塚の発見。これは絶対押さえておいてほしい。誰でしょうか。そうですよね。モースです。さっきのモッセは、違いますよ。グンクス 軍区町村軍区町村編成法じゃない市長えっ、ー、と市政町村制と府県政軍制がモッセデモースの方は大森貝塚だよっていうふうにちゃんと押さえておいてください。でナウマン像とか全国の地質要するに土を掘ってこの地質の研究をしたんがナウマン像で有名なナウマンです。 これで以上、めちゃくちゃいっぱい外国人紹介してきました。今回3回見てもらったら全員絶対覚えれると思います。ぜひ見てください。この動画いいなと思ったら高評価とあと友達にもぜひ教えてあげてください。では終わります。ありがとうございました。